一番最初にフィギュアを作ったのは高校生の2年かな。フィギュアを作るきっかけになったのはやっぱり自分で欲しいキャラクターを作るっていうのはやっぱりきっかけでしたね、うん、芸術だと自分の好き勝手に作れますよね。自分の表現だから。でも僕らがやってる二次元のキャラクターをそのまんまこう平面の中からそこからニューッと引きずり出してここにポンっていつも置いておきたいみたいなところでやってるんで、まあでアーティスト扱いされるとそんなに嬉しくない、うん、研究者扱いとして何か褒められたらとっても嬉しいかもしれない。それがやってて楽しい。